はい、こんにちは。リジェクター DQ 店です。 DQX120 ということで大晦日でございます。今ヤムでですね、オルフェアでハッピーくじをね、もらう、見てもらうのを忘れてましてね、慌ててずっと他のキャラクターも回ってて、誰が、どの駅で買ったかちょっと覚えてないですけど、どうもヤムが、オルフェア10枚買ったみたいで、前半はしょってますけども、まあ、このように夢のアクセサリー箱2、これが10個と、あと仕草ですね、もらえたということで、これをちょっとアクセサリー箱2っていうのは結構上級アクセサリーですよね。ちょっとこのお宝箱袋仕草書を開きまして、ちょっと設定を今しておりますが、あれですよね、前も言いましたけども、踊る宝石みたいな、あんな感じになるんですよね。こんな感じで、ちょっと踊る宝石よりなんかしょぼい感じですけどね、色とかね、焦げ茶色でこのままあそこに行って、リーネさんのとこに行って、鑑定してもらおうと思いますけどもね、合成と言いますかね、ちょっとまあ開かないとダメですねこれ。僕の指輪、あ、2枚。騎士の眼光、はい。これは持ってないですね。これ、ヤムはあんまり、その、強ボスとかあんまりやってないですからね。当然、こういったものも、地棒の首飾りとかも持ってない。ゲルニックとかね。まあ、どうしよう。死神のピアスが誰でしたっけね。ちょっと忘れたんですけども。魔人の勲章ですね。という感じですね。で、他のアクセサリーもちょっともうほったらかしだったんで、ちょっとついでに、リーネさんのとこに行って、この寒いのに、こんな格好してますけども、ヤムさんは。また、キャラクターのね、バナーというか出してますが、まあ、コンタビ芸人ということで、先ほどこのくじを引く前に、あれを買いまして、新しいコンですね。クリティカルロッド。で、クリームカメリアと、パールスズランは高いので、ちょっとくすんだシルバーダリアかなんかで染めまして、こんな感じですね。今、合成をしてますけども、なんだかもうわけわかんなくなってきますね。この上級、この大流玉とか流玉とか、封印の印籠がヴィーナスでしたっけね。あんまり、よくわかってないんですけども。器用さですね、魔人の勲章。まあ、こんな感じで、まあ、かぶったものはやってしまおうかなっていう感じで。忠義があれでしたっけね、なんとか将軍、ゲルニックじゃなくて、ギュメイか。いう感じで、ちょっと混乱してますが、鬼神の眼光が垣間の上ですよね、確かね。鬼神の眼光と鬼神の眼光で、プラス1に。まあ、垣間の眼光もできてないので、ほったらかしなんで、まあ、もうちょっと寝かせてという感じで。アクセルギアが死神のピアスなんですね。アクセルギアもできてないですからね。微妙な感じで。ブーなんとか将軍の、これいっぱいありますね。前のなんとか投資の、限界投資の指輪の上位ですよね、これね。バイションつかない。HP しかつかないですね。バイションがつくんですね、これね。まあ同じの持っててもしょうがないんで、まあ合成できるものは合成しとこうかなって感じで。2700も取るんですもんね。ということで、あとは、あれですね、マキちゃん、ワイズ、ケリー、この3人が100、レベル100武器、新しい武器を買ってないです。99防具は全員買いました。失敗品もですんで、石がなくて、まだ完成というかね、体制が整ってないキャラもいますけれども、まあ、ぼちぼちやっておりまして、年末でございます。
今夜またあれですか、年越し花火とかあるんですかね。これは何ですかね、これは何て読むんですか、新しい、何でしたっけね、これあれでしたっけね、レギュラストでしたっけね、わかんないですけど、うん、まあもらったものは合成しとこうって感じで、忠義が、これがあれですよね、夢だったかなという感じで、また来年もまったりとやっていこうと思いますが、またストーリーもぼちぼちやって、あまり休みはないので、まあぼちぼち時間があるときに遊ぼうと思ってます。ということで、また来年もよろしくお願いします。今年もありがとうございましたということです。また会いましょう。どうも。